はい、こんばんは、ケイです。元気にお過ごしでしょうか。今日また本紹介します。100円本です。こちら、日本の仏様、日本ですね。はい、皆さんは宗教に興味ありますでしょうか。もしくは信仰している宗教ありますでしょうか。僕はですね、全くと言っていいほどですね、宗教に興味関心がございませんこれはね、あんまり良くないことかもしれないですけどね。あの三大宗教、仏教、キリスト教、イスラム教、何にも知りません本当に。だからさすがにちょっとしてますよね。ちょっとしてますけど、あの皆さんにこうね、シェアするような知識は持ち合わせておりません、日本人ならね、そういう方多いんじゃないかなって思うんですけどね。どうですか。人間が死ぬ時に後悔することの一つとしてですね、宗教を学んでこなかったっていうのが結構あるみたいですね。なんでね、僕もちょっとね、勉強したいなと思ってるんですけどね。宗教はですね、僕は人間が人間のために作ったものって思ってるんでねまあ意見には個人差ありますよそう思ってるんで、なかなかこう勉強のね気が進まないんですよね。神様がね、人間作ったんじゃなくてね、人間が神様を作ったんだって思ってるんでね意見には個人差ありますよなんでね、ちょっと気が進まないで、これまで勉強してこなかったわけです。でもあのね、前本読んで面白い本あったんですよ。もう実家に送っちゃって今手元にはないんですけど、書いてある内容をね、なんとなく覚えてます。これですね、教養としての宗教入門。これはですね、なんか面白かったですね。宗教初心者に対してすごい分かりやすく、広く浅く、ね、解説してくれてる本でね、宗教を知らなくてもなんとなくね、こうちょっと詳しくなれるようなそういう本です。ただ内容はほとんど覚えてないですねそれだけ関心が薄いんですよまあいい。この本はですね、仏様のことですねで、初めて知ったんですけど、仏は4つの階層に分かれてるらしいですよ。如来、菩薩、明王、天の4つに分かれてるんですね。僕は知らなかったですね。多分これは基礎中の基礎の知識なんでしょうけどね。ここに書かれてある言葉が全てが全て新しかったですね、僕にとっては。イラストと、あと簡単な解説で、仏さんをね、仏様を紹介しているような本になります。興味がある方はね、読んでみるといいかもしれないですね。で、これを読んで、お寺とか、行きたくなったかって言われると、なってないですねこれぐらいじゃ僕の心は動かないっていう、まあね、でもこんな薄い本でね、結構解説してるんで、ね、まあね、僕が深いんだなって思いました。僕の知らない世界がまだね、たくさんあるんだなっていう、そういうのを思いながら読んでました、まあね、仏様に興味がある方、まあ興味がある方は知ってる内容かもしれないですけどね、仏様を知りたい方、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。で、あとですね、皆さん禅っていう映画ご存知ですか。最近、見たんですけど、最近って言っても1年経つか経たないかぐらいで、まあ、昔の映画です。昔っていうか2009年って感じかな、映画なんですけど、これはなかなか良かったですね。曹洞宗の道元さんをですね、描いた映画ですね。で、やっぱりこのミニマリズムと通ずるものがあるんで、ね、とても見てて面白かったですね。それです。まあミニマリストの方はね、禅に興味がある方も多分いらっしゃると思うんで、はい、そういう感じで。今日はですね、この本を紹介してみました。まあね、100円の価値はどうでしょうね。まああるんじゃないですかねはい、以上、今日の100円本でした。じゃあ、バイバイ。